グリーンパトロール一級建築士のよっちゃんです。雑草に悩まされず快適なお庭へ大変身。これだけ広いとお庭の雑草抜きも手入れが大変です。今では芝生よりも雑草が生えて草の庭になってしまいました。実はこの敷地、道路から 6-7 メートル高い位置にあります。雑草をすべて抜いたら、次はお庭にテラスを作ります。敷地が高いので、大型のクレーン車で骨材や砂を道路からお庭まで吊り上げました。黄色い糸のラインに合わせて化粧平板を貼っていきます。テラス部分以外には防草シートを敷いた上に砂利を敷いています。砂利の種類はビリ砂利という神社の境内でよく見る砂利と同じです。既存の縁側と水道はそのまま動かさず活用しました。グリーンパトロール社長の刈谷です。私が親切丁寧にアドバイスいたしますので、お気軽にご連絡ください。フリーダイヤル0120-041-301です。お電話お待ちしております。